こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。ゴールデンウィーク最終日、ゴールデンウィーク皆さんいかがでしたでしょうか。東京は結構天気のいい日が多くて、街の人出が多かったですね。外歩いてもすごい人で、まあ一つ時代の変わり目を今は感じているわけですけれども、私はと言いますと、あんまり、変わらず通常営業というか、反対にお仕事でイベント出演することがいくつかあって、珍しかったのが、まず一つ、ダンスダンスダンスールっていう今やってるアニメの、トークイベントに出て、で全体がそのバレエの大きなイベントの中の一つだったんですけれども、そこではバレエダンサー伊福さんという方と一緒にトークする貴重な機会があって、いろいろお話伺ったりして、でまたステージ裏ではですね、出る直前とか出た後とかバレエダンサーの方と何人もすれ違ってですね、やっぱりこう普段会わないタイプの雰囲気というか佇まいなのかな、オーラっていうとすっごい安易な表現になってしまいますけど、体のかっこよさなのか、まあ、とにかくいつも仕事していて声優さんとかにはなかなかいないタイプの感じの雰囲気で、それも含めて貴重な経験でしたけれども、あとはフート探偵という、こちらもアニメなんですけども、今度やる、これは、ドラマの仮面ライダーダブルっていうのが以前あって、それの続編の漫画があって、それのアニメ化なんですけど、こちらのイベントに出たんですけど、こっちはオープニングでヒーローショーが少しあって、これがかっこよかったですね。仮面ライダーのイベントってこういうことなんだなってこう体感したというか、まあお客さん側では見れなかったので、裏でちょっと、ステージ上映ってる画面をねちょっと見る形だったんですけど、音とか照明含めてね、やっぱ上がるなという感じのね、オープニングで素晴らしかったですね。そんなことをやっていましたが、一方、ヨーロッパサッカーはクライマックス、各国リーグもねぼちぼち優勝チームが決まったりして、ランキングが固まりつつある昨今なんですけど、ドイツがブンデスリーガ、バイエルンがまた優勝で10連覇。ブンデスリーガはねあんまり見てないんですけど、これじゃちょっと面白くないですね。ドルトムントとか頑張らないと。だから香川選手がドルトムントにいて、最初にいた時に大活躍して優勝して以来ずっとバイエルンが勝ってるってことですもんね。これはちょっとね。あとはスペインでは、リーガ、こっちはレアルの優勝が決まって、久保選手のマジョルカ、久保さんは最近スタメンでなかなか出てないんですけど、こっちは久保選手がどうっていうよりはチーム状況が大変まずくて、試合ハイライトは大体見てて、たまにこうやってるとマジョルカの試合見るんですけど、これ面白くない、こっちもで、チーム状況悪くて、あんまり良くない状況が続いているんですけど、でそれをなんとかせんとしなければならないということで、今なんと監督がアギーレで、覚えてますかね皆さん、日本代表監督前やってた2014年頃、アギーレどうなったかも覚えてますかね。八百長疑惑が持ち上がって、で裁判が始まるかもしれないっていうんで解任されたんですよね。あの時あの裁判どうなったんですかね、ちょっとそこまでは調べてないんですけど、ただそんな日本代表とも縁のあるアギーレがマジョルカをやっていて、久保建英選手含めて指揮しているっていうのはね、まあ久保選手そのアギーレ時代代表まだまだ若かったのであれですけれども、いろんなこう、サッカー界もね、自分の仕事をしていてもそうですけど、いろんな出会いとね別れがあるなというふうに、感じましたね。ということでサッカー、終わりにかけて楽しみにしていこうと思います。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。
それではメールを紹介します。ラジオネームあじさちゃんさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週楽しくリアルタイムで拝聴しております。前回シャープ380でゴールデンウィーク事情をお話しされてましたが、司会に勤めている私が風物詩のように感じることがあります。ゴールデンウィークに限らずですが、年末年始、お盆などに大型連休に入る前日の診療が終わる10分前に歯が痛いと誰か一人は電話がかかってきます。クリニックの近くにいる方はお呼びするのですが、いつも最後の最後にバタバタしながら連休を迎えます。へえ。今年の私のゴールデンウィークは平日を挟むため3日から5日までの3日間です。じゃあもうゴールデンウィークは終わってしまったと。今年は3日だけだし、断食でもしようかなと。え、どうにか家から出ないことを正当化できる口実を手に入れました。今から頑張ります。断食、いや食べた方がいいんじゃない。お忙しい日が続くと思いますが、内山さん、スタッフの皆様、お体にお気をつけてお過ごしください。これからもラジオ楽しみにしています。へえ、断食どうなったんでしょうね。ということで、司会に勤めている方、風物詩、ゴールデンウィークに限らず大型連休に入る前日、診療が終わる10分前に、急な電話がかかってくると。そんなことあるんだ。それが見てもらえるのかどうかというと、クリニックの近くにいる方はお呼びするのですが、あ、すぐ来れる人はまあしょうがないって見てあげるのかな。優しいですね。でも完全予約制なんでって断られるパターンもありそうですもんね。歯医者、3日から5日までの3日間か。どうなんでしょうね、全国的に、普通にカレンダー通りに休みにするのか、もうまとめてゴールデンウィークは一気に休むぞっていう歯医者さんもあるのか。ただ僕も歯医者たまに行く中で、その予約取る側として思うのは、あれですね、歯医者さんだけではどうにもできない問題っていうのがあって、歯医者さんで治療をして詰め物が必要になって、詰め物を作る歯科技工士さんの方の業者さんが休みに入っちゃうんでっていう事情を聞いて、予約取れる取れないみたいな時があったので、だからそういうところとも連動するのかな。僕もなんか仕事してて、台本が必要なんですけど、台本を印刷する印刷所が休みだからとか、印刷所がどうだからみたいな話はたまにスタッフの人から聞いたりするんで、そこが休みになるかどうかって、そこと関係している会社が動いてる動いてないで、やったところで自分たちの仕事がコンプリートできないから、じゃあ休むかみたいなパターンもねあるでしょうからね、様々事情はあると思いますが。ラジオネームヨハルさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。だいぶ暖かい日が続くようになりましたが、いかがお過ごしでしょうか。いつも内山さんが楽しくお話しされていることから欧州サッカーに興味を持ち、今日もねオープニングでちょこちょこ話してしまいましたが、わからないながらもまずは見てみようということで配信サブスクに加入する決意をしました。私はつい最近こちらの番組をシャープ1から聞き始め、ほう、現在は2019年あたりの内山さんのお話を聞きつつ、最新回も都度聞いているという状況です。内山さんのお話の中で興味を持った UEFA チャンピオンズリーグ、ブンデスリーガ、プレミアリーグの3つが見たいなと思い、聞いている過去の情報のまま深く考えずにダゾーンに加入したのですが、なんとびっくり、2022年現在はこの3つはどれも違う配信サービスに登録しないと見られないのですね。チャンピオンズリーグがワウワウで、ブンデスリーグがアマゾンの、なんだっけ、アマゾンのスカパー、なんだったかな、とにかくアマゾンビデオの中になんかあった気がするな。僕も入ってますね、全部。プレミアリーグはまだゾーンで賄えますね。確かそんな感じだったと思います。私の加入したダゾーンではプレミアリーグしか見られないようで、いや、まあ、プレミアリーグだけってことはないですけどね。他2つを見るために、さらに、他他サービスに加入するか、いやまだ欧州サッカーにはまれるかもわからないのにどうしようと悩んでいます。今になって内山さんがサッカーは放映権の問題で配信状況が変わるから加入の際はよく考えた方がいいとおっしゃっていたことを思い出し、そのアドバイスを遅ればせながら痛感しています。この放映権が
毎シーズン状況が変わるので、そのじゃあ自分の趣味に合ったものを選んだから今年のこのままずっと行けばいいやっていうと、そうでもなくて、シーズン開始直前に発表されたりするから、そこでね急に右往左往しだすんですよね。みんな欧州サッカー好きの内山さんから、上記3つのどれがおすすめなどありましたら、ぜひご意見をいただければ嬉しいです。全部おすすめであれば全部見られるように覚悟を決めて加入します。かっこ笑い。それでは今後もラジオを楽しみにしています。お体とご自愛くださいませ。これおすすめっていうのは人に勧めるのは難しいですね。どんな観点でサッカーを好きになるかっていうのはわからないですからね。その国に興味を持って、その国旅行行ったことあって、その国の文化とかも好きだから、サッカーもその国のものが見てみたいっていうんだったら、わかりやすいですね。そこの、サッカーリーグ見ると、いろんな自分の趣味ともつながるだろうし、そういう風に進むのもいいですし、だからどれがおすすめっていうのは難しい。ただ僕がサッカー好きとして、そのチームの勢いとか強さとか、単純な今ですよ、現在のレベルの高さという観点から言うのであれば、プレミアリーグ一択。まあだからチャンピオンズリーグは各国上位チーム決戦なんで、ずーっとやるわけではないので、その3つで比べてもしょうがないっていう部分もありますけれども、この3つの中から言うんだったらプレミア、とりあえずはプレミアリーグ。これなぜか、まあ、単純に僕の目線から言うと一番レベルが高い、そして、その優勝チームがあんまり固定化されない。でレベルが高いということの証拠に、まあチャンピオンズリーグ見ててもですね、プレミアリーグが大体結構上の方来てますし、今シーズンどの試合一番見るべきだったかって言ったら、やっぱりプレミアリーグにおけるリバプール対シティ、この2強チームの、キレキレの状況での戦いが、まあ今のヨーロッパサッカー見るんだったらこの試合見ろっていう一つになってくると思うので、プレミアリーグですかね。なんでこんなにプレミアが勢いがあるかっていうと、僕の目線から言うとやっぱりお金がたくさん集まっていることで、お金がたくさん集まっているといい選手が来る、いい監督が集まってくるで、そういったものも含めて最新の戦術が、駆使されて、もう本当プレイヤーたちがフォワードだろうがディフェンダーだろうが何でもできる人たちが集まっていて、どんなところからでも点を取れるチーム同士の戦いっていうのが見応えがありますね。キーパーでさえも足元が上手くて、上手くないと上にはいけないっていう状況になってるんで、あとプレミアは、下位チーム、順位が下の方のチームも上位チームにあっさり勝っちゃうこととかも全然あるんで、上位チームが全く気を抜けないっていうところが見どころ。プレミアは試合数多い、そもそも多い上に、上の方のチームはチャンピオンズリーグだったり、まあヨーロッパリーグだったり、試合が年々増えているので、強い選手を集めたところで、強い選手、エースが怪我してしまって、その 100%、120% の戦術をずっと持ち続けられない。一シーズン通してずーっと強いっていうのが本当に難しいっていうのは、まあ各国リーグそうですけど、特にプレミア、上位勢の試合数の多さ、その試合間の日数の少なさ、監督たちがずっと文句言ってますけれども、そういうジレンマもありますので、だから上位チームも気を抜けないという意味で、まあ事実そのドルトムントとバイエルンが、とっても強くて、チャンピオンズリーグで本当に上の方で戦っていた時代、クロップ、ペップが監督やっていたわけですから、彼らがどこのチーム今やってるかっていうことを考えれば、監督たちの動きを見てもですね、プレミアかな。まずはプレミア見て、あと時間帯的にも結構見やすい試合が多いので、日本の時差考えると、そういう意味でもやっぱみんなプレミア見てるんじゃないですかね。そんなところです。ということで皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール、新生活応援春のお便り。このコーナ
毎年恒例春限定のコーナーです。新生活、春にまつわる身の回りの変化について教えていただいています。まあとりあえず、5月病という言葉もあるような5月に入りましたけれども、とりあえずはゴールデンウィークで、まあ、4月から新生活始まると、とりあえずゴールデンウィークまで頑張ろうということで4月を乗り切って、ゴールデンウィーク明けにいろいろまた、心身ともに変化があるかもしれませんので、5月もやっていこうと思います。ラジオネームさゆさんからいただきました。4月の終わり27日にいただいたメールだそうで、内山さんこんばんは。いつもラジオ楽しく拝聴しております。もう5月に入ろうとしていますが、目標を決めて4月からやろうと思っていたことが未だに実行できていません。資格の勉強、模様替え、作品を作る、見ようと貯めていた映画やドラマの配信を見る、何一つ実行できていません。時間があるときにやろうという決意だけは日々しているのですが、いざその時がやってくると体が動かず、やろうと思う気力も一切湧いてきません。疲れが一気にやってきて常に眠い、そんな感じです。これが仕事の日だとシャキッと動くことができるのですが、家に着いた瞬間、休日になると急に気が抜け体が動かなくなります。その中でも唯一できることはゲームだけです。こんなことばかりしているので何も進まず、見なきゃいけないものも溜まっていく一方、こんな怠惰な生活を過ごしてしまうことがとても情けなく思ってはいて、抜け出したいともすごく思っているのですが、どうしても抜け出せないのです。昔はこんなことなかったのに、最近は何をするにもなぜか面倒に思えて疲れてしまうのです。買い物をすることや食事をすることも時々しんどく思える時があります。インスタでキラキラした毎日を送っている同級生たちを見ると、自分との生活を比較してしまい、ああ何やってんだろうと余計に気が沈んでしまいます。当然人それぞれではあり、自分次第にはなってくるのですが、内山さんはこんな時どう気持ちを切り替えてやろうと思ったことを実行しているのでしょうか。人と比べることや違いを見て落ち込むことはありますでしょうか。まもなくまた新しい1ヶ月がやってきますが、どうにかこの重苦しい気を払い、やろうと思っていることを楽しみながらできるようになれたらいいなと思っています。長文失礼しました。おお、やろうと思っていることがたくさんあると。まずこの4月からやろうと思っていたことは本当に、やらなきゃいけないことなのかっていうのはありますよね。基本なんかなんだろうな、やらなきゃいけないことって別にやらなくてもいいことかもしれないし、資格の勉強は、まあ、仕事とか自分の趣味で必要なことなのかな。資格の勉強とかは、まあ、本当にこうやるべきことがあるとするならば、で、なおかつ、なかなか、時間があるとき動かない、眠いとかっていう状況があるなら、一つ外部へ委託するとかね。何かこう学校があって、そこの予約取っちゃったからもうスケジュール帳書いたし行かなきゃいけないっていう風な習慣づけというか、強制を働かせるっていうことが一つあるかね。このこんな時どう気持ちを切り替えてやろうと思ったことを実行しているっていうことの答えに対しては、もう自分から気持ちを切り替えるっていうよりは外部から自分に働きかけるっていうか、強制性を導入して、資格の勉強とかはそういうことが言えるかな。模様替えは別にやってもやんなくてもいいんじゃないのかなと思います。作品を作るっていうのは何なのかがさっぱりわからない。何の作品を作るのかがわかんないから何とも言い難い。そのやるべきことかどうかがわからない。見ようと貯めていた映画やドラマの配信を見るは別に見ても見なくてもいいんじゃないですかね。見たいものは見るし、見る気にならないものは見ないし、というあたりで、これも仕事かどうかは分かんないですけど、基本的にこの文面だけから伝わってくるのは趣味の問題だから、別にやらなきゃっていう気持ちで苦しくなる必要はないということで、あとは、まあ何一つ実行できないけど、まあこういう考え方もあるのではないかと提案し、仕事の日だとシャキッと動くことができる。まあ仕事だもんね。まあ休日に動く、体が動かないっていうのは誰しもそういうことはあるんじゃないでしょうか。見なきゃいけないものっていうのがどの程度見なきゃいけないものなのか、仕事の問題なのか趣味の問題なのか、まあ趣味は別にやんなくても死なないですからね。
こんな怠惰な生活を過ごしてしまうことがとても情けなく思ってはいて、抜け出したいとも思っているが、ね、人と比べることや違いを見て落ち込むことはありますでしょうか。人と比べる、どういう時に何のことで人と比べるんだろうな。インスタでキラキラ、僕の同級生たちはインスタでキラキラした、てかインスタやってなさそうだし、フェイスブックとかやってんのかな。ただその友達の SNS ってほぼほぼ知らないし見ないので、キラキラした毎日は送っていないだろうし、そういう意味で自分との生活を比較する機会がないから人と比べない。違いを見て落ち込む、時と場合によりますかね。何の件で落ち込むのか。自分との生活は、まあ自分は自分だから、人によっていろいろ事情はあるだろうしね。その、家に着いた瞬間、あるいは休日になると急に気が抜け体が動かなくなるっていうのも、頑張らなきゃいけない瞬間なのかもしれないけど、本当に仕事が忙しくて、体が動かないっていうこともあるだろうから、別に、動かなきゃいけないっていうわけでもないだろうし、だから、だから僕が考えるのはそのあたりですかね。本当にこの買い物することや食事をすることも時々しんどく思えて、もう何にもやる気が起きないってなっちゃったら、それはこうメンタルの専門のところ行って相談した方がいいと思いますね。本当に、動けないとか、気力が日々湧かないっていうのであれば、そういう本当の専門家に相談するのもありだと思います。ただ僕の答えとしてはそういう感じですね。まあいろんな変化がありますね。ラジオネームマヨパンさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週楽しみに YouTube で拝聴しています。そうですね、この番組一応 YouTube でも全部上げてますからね。私は今年の4月で社会人4年目になりました。障害児の福祉型入所施設で働いているのですが、仲の良かった同期が昨年度末で辞めてしまい、心細さと不安を抱きながら子供たちの支援に携わる毎日です。もともと人とコミュニケーションを取ることが得意な方ではなく、職場で心置きなく話せるのはその辞めてしまった同期だけでした。しかし嘆いても同期は戻ってこないし、死の後の言っていられる状況ではないので、まずは自分から変わろうと思い、つい先日伸ばしていた髪の毛を切りました。約20センチバッサリと切り、人生初のショート。先輩や後輩はとても驚いていましたが、中には何かあったと心配してくださる方もいました。笑い。評判はよく、髪を切ってよかったなと思っています。また今まで顔を隠すように伸びていた髪がなくなったことで気持ちが明るくなったような気もしています。心機一転、気持ち新たに仕事を頑張れそうです。内山さんはこの春に新しく挑戦したいことはありますか？長くなりましたが、季節の変わり目に体調を崩されませんよう願っています。最後までお読みいただきありがとうございました。4月で社会人4年目、障害児の福祉型入所施設で働いている。しかし仲の良かった同期が、やっぱ同期って、僕は同期っていうものが一切ない人生を送っているんですけど、心強い存在なんですかね。昨年度末で辞めてしまいと、心細さ不安で心置きなく話せるのはその人だけだったと。で、まあそんな状況を自分から変わろうと思い、20センチずっと伸ばしていた髪の毛を切り、人生初のショートと。へえ、髪を切ってよかったなって言うんだったらよかったですね。また今まで顔を隠すように伸びていた顔がなくなったことで気持ちが明るくなった。へえ、形から入るっていうのも大事な時はあるんでしょうね。なんか形から入るっていうと、こうちゃんとしてないみたいな言い方として使われるけど、儀式的動作とかもそういう部分ありますからね。こう気持ちじゃなくて形から動かしてみて、そうすると気持ちも動いていくみたいな、そういうメカニズムもあるのかなと思いますが。さて、内山さんはこの春に新しく挑戦したいことはありますか？この春新しく挑戦ないですね。何にもない、何にも挑戦したいことはないですね。現状維持をなんとか頑張る、目の前のことをやるだけ。新しく挑戦したい、いや何にもない。はい、すいませんということで、こんな感じでもうしばらくやっていこうと思いますので、新生活
春にまつわる身の回りの変化に関するメール送ってきてください。ネガティブなもの、ポジティブなものでも、どんな内容でも結構です。以上、新生活応援春のお便りでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は、投稿コーナー、新生活応援春のお便り、やりましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ5月入って、で今日でゴールデンウィークも終わりということで、まあ特の通り終わってるよっていう人もいると思いますけれども、まあだいたい通常営業に戻っていてですね、5月病本領発揮しだす時期が来ると思いますので、まあそういう面も含めてコーナー活用していただければと思いますけれどもね。今ちょうどまあその気温差っていうか寒暖差は結構あるけど、あったかくて日差しもいい日は、天気いい日、本当気持ちいい。一番こう上着も羽織らず、コートも着なくていいっていう意味で、身軽でいられる時期なんで、そういう意味で一番いい季節かなと思いますので、まあそうこうしているうちに梅雨が来ると思うので、それまではね、このいい気候を楽しんでいこうではありませんか、という思いでございます。皆様からのメール引き続きお待ちしています。現在募集中のコーナーは、新生活春にまつわる身の回りの変化を教えていただく春限定のコーナー、新生活応援春のお便り。皆さんおすすめのローカルテレビ番組を募集するローカルどうでしょう。皆さんがどんな毎日を過ごしているのか、一日のスケジュールを教えていただく人生。パリピの皆さんの日常を教えていただく私はパリピ。私内山聖輝に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さん、これで10分お願いします。買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。そして内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。現在最新の記事は内山映画ランキング2016のあたりを振り返る、映画ランキングの記事を、昨年以来また始めていますので、踊り場公式ツイッター YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご活用ください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。